こんにちは、カヌです。今日もですね、オリジナルタオルを作ろうと思っているあなたに向けたワンポイントアドバイス、これをですねしてみたいと思います。ですね、よく聞かれるのがね、フェイスタオルの長さなんですね。で、横幅ってね、大体皆さんご存知のように大体30センチぐらいなんですね。30センチから35センチぐらいの間で作られるのがタオルなんですけども、長さはですね、大体規格サイズっていうか一般的な長さっていうのは大体84センチとか85センチサイズっていうのが多いんですよね。で、これはですね、プリントの方法にもよって仕上がりのサイズが若干変わります。で、今のその84センチ、85センチっていうのは顔料のプリントなんですね。生地の上にプリントをして乾燥してお渡しするっていう場合は、大体84、5センチっていうのが一般的になります。で、染料のプリント、これになりますとね、その後、蒸したりとか洗ったりとか、しますので、若干ね、やっぱ面ですので縮むんですね。で、大体 5% ぐらい縮みます。ということは、大体80センチぐらいになるということになりますね。なので、その辺サイズがどうしても必要やっていうことであれば、その辺を参考にですね、ちょっと染料だったら 5% ぐらい縮みますのでね、それを頭に入れていただいて、皆さんと相談していただく。で、それで私どもに、またこんなデザインなんですけども、どんな感じでどんな予算になりますかねっていうのを聞いていただくっていうのが一番流れ的にスムーズで、早くできると思いますのでね、もし何かわからないことがありましたら、この後のフリーダイヤル、あるいは観音織物からのホームページからですね、問い合わせ方もありますので、そちらの方から問い合わせいただくというのが間違いない方法です。お待ちしております。よろしくお願いいたします。